久喜森高は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。島蕎藩初代藩主。久喜四十二代当主。天正元年、久喜義高の次男として生まれる。母は、立花の宗忠の妹。慶長二年、父、義高から家督を継ぐ。慶長五年には、徳川家康の合図性抜に従軍し、 石田三成の挙兵により関ヶ原の戦いが勃発すると急遽国元に戻った。ところが、父の義高は、賭場城にて西軍方に組みしており、戦後、森高は徳川家康に、父の除名を嘆願し、認められると義高に使者を派遣した。ところが、それより前に、久喜家の行く末を案んじった、豊田五郎衛門が独断で、 義高に切腹するよう促し、これを受けて義高が自害。義高の子宮が家康の首実験のために、伏見城に送られる、途中の伊勢明城において、森高の派遣した急死に確認される。これを知った森高は激怒し、五郎右衛門をノコギリ引きで、残首の上さらし首にした。森高は、父の家が深かった玉、立山大福寺を改築し、 入り式に際して、玉、立山大福寺を、当初三条安寺に改めた。また、受領百国と境内外の灯籠の湯漁二十国を、寺に寄進した。戸麦藩の初代藩主として五万六千国を領した。九水軍を率いて、大阪の陣を戦い、江戸城の追記寺は、木材や石材を海上輸送して、江戸幕府に協力した。その後、 病弱であった長男の吉高を拝着し、仏門に入っていた、伊津尾の久高を減俗させて、後継者にしようとするが、三男の高末はこれに反対した。寛永九年に森高が死去すると、立ち待ちのうちに、家徳争いが起こり、藩内は久高派と高末派に二分された。幕府の命令によって、森高の遺言通り邸の久高が後を継いだが、二万国を、 削られた上、摂津三田に違法されることとなった。一方、兄の高末には、家光の命により、丹波に新たに二万国が与えられ、丹波綾部藩となった。両地ともに、海から離れており、これにより、久喜家の水軍力は失われた。なお、幕末の頃には、久喜高吉、久喜隆一に見られるように両藩同士の養子縁組があるなど、二藩の親しい関係が伺われる。 江戸で病死した後、遺体は、菩提寺である蕎麦の東照山上安寺に葬られた。家督争いによって、官営10年3月5日に、久高が、摂津国三田藩へ、高末が、丹波国綾部藩へ天保となると、森高の遺言によって高末が、上安寺での供養を行った。これに対し、久高は、違法先にある梅林寺を森高の改名にちなんで、 天王山新月院と改め、これを、菩提寺都市、森高の五輪塔を建立したのことである。さらに、田原藩、第二代藩主である、戸田忠康が森高の娘を正室とした関係から、戸田氏の菩提寺であるくも、辰山長幸寺にも墓が建立された。なお、これは、中世の痛火の系譜を引く供養塔とも考えられる。ありがとうございます。